はい、皆さん毎度毎度、はい、マッシュルフね、まあ、あと下の方のグラデーションね、ここをこう引っ張った時にね、まっすぐ切っちゃうっつうの、今これちょっとこう見えるね、下はこうちょっとこう丸くなってるね、一応ね、こうやってね、ちょっとこう丸くなってる、こう今ちょっとおかしいけどね、ちょっと丸くなってるね、こうやってね、で上に行くに従ってちょっとずつレイヤーになっていくからね、これね、でここ上切るとあっという間に短くなっちゃうからね、ここはまあうまく調整してね、まあこれは不自然な丸さになってるけど、はい、これをグラデーションつってまっすぐ切るとここ落とさなきゃいけないわけよね、ここね、こうやってね、あんまり切りたくねえな、ウィッグね、ね、こういう風に切るじゃん、ね、まあこういう風に切るでしょね、そうすると、まあ、韓国人の頭とか髪質だったらあのマッシュルーフの切り方でもここの出っ張りっていうのはそこそこなんだけど、日本人でやるともうちびまる子ちゃんみたいにこうなるからね、うん、ちびまる子ちゃんみたいな、本当にこうもう本当にこう こうなっちゃうからね、うん、こんななっちゃう、日本人の髪の毛だと本当にあの毛が太くて硬くて始末悪いからね、ああ、だからあのまっすぐ切るとこういう風になっちゃうから、ちょっとこういう風になっちゃうからね、で襟足がヘロヘロって伸びてるみたいに、だからこれは日本人の頭でマッシュルフやるときは非常にちょっと注意してね、はい、マッシュルフは多分韓国から流行りだしたと思うんだよね、で韓国人と日本人の髪質の違い、あのグラデーションをまっすぐ切ってって襟足の方ね、レイヤーっていうか直線状に切るじゃない、でも韓国人の髪の毛だったらそれほどあの上にボリュームが出すぎないんだよね、逆にパーマかけたいぐらいじゃないかね、髪質的にね、で日本人でそれ真似してね、ああいう切り方するとね、直線状なグラデーションつうのと襟足ペラペラで上にちびまる子ちゃんのおかっぱ乗っけたみたく、なんか非常に嫌な形になるんだよね。じゃあ髪の毛が細いね、おばちゃんカットみたいな時のショートボブの襟足グラボブ風に残そうと思うと、やっぱ下の方丸くね、縦スライスで重く丸く切っとかないと調子悪いし、マッシュルフみたいに薄く切るんだったらいいかもしんないけど、ああいう風に切るとまだ上が長いんだよね、まあ上が長い分にはね、まあ レイヤー入れりゃいいだけでね、あとまっすぐ切っただけだとまだね、襟足の方が分厚いってなるんだよね、分厚いからね、あの分厚い時はやっぱり横スライス斜めスライスでね、あまとめて取って先端を落としながらコンベックス入れるような気持ちでちょっとずつね、何回かに分けて薄くしていくっていうのかな、そんでダメだったらまあ推定さね、セーニング入れたりしてね、軽くする、日本人とね韓国人髪質が違うからね、まあマッシュルフっぽく切ってトップにレイヤー入れればおばちゃんカットに使えるかもしれないけど、若い方にマッシュルフ入れるとね、まあちびまる子ちゃんの襟足にがウルフになってるだけみたくね、収集つかなくなったりするからね、まあ、そこをよく考えて真似すりゃいいってもんじゃないからね、はい、お疲れ様でした。